時空警察、ベッカー界ノエルサンドレは、日本の舞台作品。2011年11月1日から11月6日まで、東京都杉並区の荻ぎく会、ホールで上演された。時間と歴史を守る未来の刑事の姿を描く、SF 作品群、時空警察ベッカーシリーズの一つである。本校では2014年の再演作品、時空警察、ベッカー改め、 ノエル・サンドレについても記述する。会場の、小ぎくぼかホール。本舞台公演時に撮影。同年2月に上演された、シリーズ10周年記念作品、時空警察ベッカーサイトに続く、舞台作品、第2弾。シリーズ10周年記念作品、第2弾でもあり、今後の10年に向けての作品と位置づけられている。男女混成チームを、 主演人とした前作、ベッカーサイトに対し、女性中心のキャストで演じ続けたシリーズへの原点回帰の意味で、出演者はすべて女性のみで構成されている。主演は、女性アイドルグループスーパーガールズの宮崎里奈と、ヤ坂沙織であり、二人の舞台初出演としても話題となった。本シリーズの過去作品からは、 時空警察ベッカーシグナで主役人の一人、夏沢ルリコを演じた矢月、清が同じ役柄で出演している。2012年6月には直接の続編である舞台作品、時空警察、ベッカー解放校のエトランゼが上演された。2014年4月23日から4月27日まで、時空警察、ベッカー改めノエル・サンドレの代で、 衝撃場 B1 で上演された。内容的には、ストーリーや、登場人物を分かりやすいよう、若干のアレンジが施されている。キャスト陣は、初演時から一新されており、前述の、夏沢る理工は登場せず、方向のエトランゼの登場人物である、時空刑事レピスが同じ立ち位置で登場した。人気シリーズだけに、ゲネプロ時点で、 チケットが完売するほどの盛況となり、公演終了を翌月の2014年5月12日と5月19日にアメーバスタジオで舞台公演が配信された。同年11月5日、ジグミ・ソラグミ双方の公演分の2枚組による DVD が発売された。未来の世界からやってきた新人時空刑事のリンとアリサが2011年の クリスマス近くの聖三ジェルマン女学院高等部を訪れた。二人の使命は時空犯罪者による歴史改変の阻止。しかし二人には大切な人を死の運命から救うことが時空犯罪に当たるという重責がのしかかっていた。主要キャスト以外は昼の部の出演者、ジクミと夜の部の出演者、ソラグミの2グループによるダブルキャスト。以下の字は じ組みの公演時、空は空組の公演時のキャストを指す。なお再演時のキャスト表記は、時空刑事ありさ時空刑事林。ありがとうございます。